MLB ドジャース7、ニパドレス、日本時間27日、カリフォルニア州ロサンゼルス、ドジャースタジアム、ドジャースの大谷翔平、30、がメジャー7年目で自身初の地区優勝に輝いた。ホーム最終戦で劣勢から終盤に試合をひっくり返し、スタジアムは歓喜の渦に。試合後、シャンパンファイトが行われ、大谷は、ホームで決められて最高ですと笑顔。 さらにその後、大谷は再びグラウンドへ。するとそこにはマミコ夫人と愛犬のデコピンの姿が。大谷はデコピンを抱き上げると、マミコ夫人と記念撮影。グラウンド上で喜びを分かち合い、この日一番の笑顔を見せた。大谷は2対2の同点で迎えた7回に値千金の勝ち越しタイムリーを放つなど、5打数3安打1打点の活躍。 2試合連続の勝ち越しダンドマルチヒットでチームの逆転勝利に貢献した。まだ何回もシャンパンファイトできるように今シーズンまだまだあるので頑張りたいと意気込みを語り、再び歓喜の3ショットへ。今後はプレイオフでの活躍に期待が高まる。